はい、よろしくお願いします。ですね、本日は松井さんと私上川で、英語学習留学などの話をしておりますが、日本語でも言ってみましょう。英語のどの時間です。はい、そうそう。で、今さっきこうなんかこう文法とかがっつりできる方に限ってもうなかなか言葉出ないみたいな話したんですけど、もうこれすごい不思議なことの一つで、まあみんなこう生地知識がありすぎて考えすぎちゃうのかなってのは、まあ思うんですよね。でこう喋ろうとすると目がこう目玉がほんとぐるって上行って、こう回答がこう額のあたりに書いてあるぐらいな勢いでこう目が上に行って、それでこう考えてそれで、あ、今こう構文考えてそこに文字を落としてるなって分かる感じなんですよね。それコンピューターのソフトウェアで言ったらかなり効率の悪いソフトウェアですね、多分ね。それでね、なんかにアクセスしてるみたいなね。あ、いや、もう本当にアクセスして、うん、今ハードドライブアクセス中みたいな感じです。笑っちゃいけないですね。はい、うん、まあ、ああいう時期って誰にでも あるし、僕だってあったからすごい分かるは分かるんですけど、僕あんまり英語できないもんアメリカ行っちゃったんで、なんかそれが、うん、その引っ張り出してくるもんなかったんで、覚えた順に使うみたいな感じだったんで、逆にいいかもしれない。そうそうそう、うん、でだから本当によく耳にするフレーズを覚えてそれを言うみたいな感じで覚えてたんですよね。どんなフレーズだったんですか、最初の頃は。 I like なんか、ね、もう本当 I like なんとかとか、うん、I want なんとかだとか、そういうとこから始まって僕12歳のホストブラザーがいたんですけど、もうそう彼から学ぶこと多かったですよ。ふざけてばっかりやつだったんですけど、悪い言葉もそうだし、うん、それでだからこれ日本人がつまずくフレーザルワードとかあるじゃないですか、はい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 、逆に日常会話なんてあんなのばっかりだから、本当にオウム返しでただ使ってそれで結構覚えちゃったんですよ。でこう逆にあんまりだからそこで苦労したことがなくて、そこで苦労してる方がどういうポイントで分かんないのかよく分からないってところもあるんですけど、でまあそれをさておいて、こう英語をポン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 出るようになるにはどうしたらいいんだろうっていうと、もうこう例えば川上さんなんかもあると思うんですけど、喫茶店とかにいて、一応名前はですね、上川です。あ、ごめんなさい、上川さんもあると思うんですけど、カット。こう例えば喫茶店とかに座ってて、はい、隣の席からかわな聞こえてくる会話スッて耳に入ってきたりするじゃないですか、うん、はい、意識してなくても。そうですね、そういうのないです。なんか例えば、はい、行列で待ってて隣の人、うん、後ろの人の会話スッて耳に入ってくる。僕はスペイン語やってるんですけどもね、スーパーなんかで隣の行ってる人が、今聞こうとしてなかったのに分かった、嬉しいみたいな感覚ありますけどね。あ、そう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 。で最初のうちって聞こうとしても分かんないのに、だんだんこう自分の中に言語が染みついてくる過程で、こう聞くつもりがないのに入ってくるっていうのが出てくるじゃないですか、であれやっぱ少しできるようになったサインだと思うんですよね、でなんていうか、その身についたサインって言えばいいんですかね。そうですね、なんか意識はしなくてもそこがこうちゃんとプロセスが働いてるっていうかね。僕ちょっとそれで意見があるんですけども、それ英語とか西洋言語の特徴で、単語の中の意味がそこで完結してると思いませんか。例えば、なんか何の関係なしに喋ってて、そこに play って言ったとしたら、 play は play の意味でしかないですよね、まあ、ただ瞬間的に play、まあそれを日本語で言ったら遊ぶという意味なのか、あるいは野球をするという意味なのか、分からないじゃないかと言われるかもしれないけども、プレイはプレイであるみたいな、ね、だから瞬間的にどこから聞いてもそれが英語は理解できないといけないと思うんですよ。I like to play baseball って I like の部分は聞こえてなくても、 play baseball とこだけ聞こえたらそれが理解できてもいいわけですよね。まあ、ただ多分言葉の短い塊って日本語にもあって、こうそれがつるっと入ってきて、そこになんか変なプロセッシングパワーがかかってない、できないうちって、プレイは遊ぶで、ベースボールは野球じゃん、だから野球をするだなとかって余計なプロセッシングすごいしてるじゃないですか、プロセッシングがいらなくなって英語は英語のまま分かるっていう状態になるなんて、まず絶対に成立しないと思うんですよ。でやっぱりそのもっと雑音みたいでしたよね、英語が下手だった時って、周りの音が。で聞きたくなかったらトゥーンアウトできちゃったんですよ、もう雑音に落とせたんですよ、もう関係ないと思って、
で今は雑音にできないですよね、聞こえてきちゃう。あのトゥーンアウトするのがずっと難しいですね。意味を持っていつも入ってきてしまうっていう感じですね。でそう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 、そう、それなりに悩みになってしまいますよね。結局なんでかというと、やっぱ言葉が自分の中に言語をすごい内在化したかだと思うんですけど、そのインターナライズするにはどうしたらいいのかっていうのをすごい考えてて、でそのもちろんその音っていう問題もあるけど、あのそのやっぱりこう例えば get とか have とか run とかそういう簡単な単語でも、それ自体が持ってる意識、身体意識みたいなのがあるじゃないですか。それとか in, out, over, around とかって言われたときに、そういう言葉が持ってるそれぞれのこう空間意識みたいなのもあって、でそういうものって言語、もっと感覚に近い感じで体についてるから、こう何も考えなくてもスルッと分かるっていうか、うん、その皮膚感覚的に分かるっていうか。分かりますね。うん、でそういう、うんうん、でその意識って、あの日本語にの日本片面に英語書いて片面に日本語書いてっていう単語帳なんかやっても絶対つかないんですよ多分。そういうことをしてると have にも20種類の意味があるとかそういうことになってしまってね、収集がつかなくなるんですよね。そうそうそう、ね、ね、うん、ね、bear だって熊なのか産むなのかとかね、うん、話がややこしくなってくるじゃないですか、どん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 、まあ、そういうことを言ってるとね、うん、覚えることが多くなりすぎちゃう。そうそうそう、うん、イデもまたじゃあ全部別で覚えなきゃいけない、うんね、have, get, in, out ってそれぞれの単語を覚えた後に今度は、うん、じゃあ例えば get out だったら出るだとかっていうふうに覚えたらもう切りないじゃないですか。松井さん今おっしゃってることは僕もなぜか今週思ってたんですよ。もしかしたら松井さんの言っておっしゃってることをフォローしてたからそう思ったかもしれないんですけども、聞いてる方の中には意味がね、うん、よくわからない可能性があると思うんですね。あのもし、うんうん、ハーブとかゲットとかの意味をちゃんと理解、体で理解してないとものすごい数の熟語を覚えなきゃいけなくなってしまうということの意味がわからない人がたくさんいると思うんですね。でツイッターなんかで延々とその熟語を流してる人がいるんですよ。例えば Take advantage of とか Make use of とか、もうものすごい数になってしまう、うん、でも Make の意味が分かっていたらMake use of を覚える必要もないんじゃないかなというかね。うん、いや、そうそうそう、うん、そういう感じなんですよ。で、あと、この使役動詞ってあるじゃないですか、何々をさせる。うん、例えば、I will have him do that とか、I will make him do that って、まあそういうふうに言えるじゃないですか。で、これなんかも、make プラス目的語プラスなんとかとか、うん、そういう覚え方してると、もう、その、バリエーションの数だけ全部暗記しなきゃなくて。そうですよ。それはそうじゃなくて make とか have っていう語感とか意味が感覚があって、それに自動的にくっついてくる感じですよね。そうですね。これがもしコンピュータープログラムだったらものすごいなんか長いプログラム書かないといけないみたいなね感じになってしまいますよね、うんうんうん、きっとね、うん、それでそのあとその言葉がこれしか組み合わせとしてありえないっていう組み合わせの語順があって、で例えばDid Jack hit you? っていうのと、Did you hit Jack? っていうのは使われてる英単語も全く同じじゃないですか。でも語順が変わるだけで意味が変わるじゃないですか、はい、でその語順に対する意識みたいなのがあって、それは文法だっていう考え方もあるけど、もう2歳の子だって間違いないんですよね。で多分文法とかそういう問題なくて単純に語順の問題なんじゃないかと思うんですよ。この語順だとこうなっちゃうみたいなパターンっていうかね、うん、でその語順感覚みたいのがない人とかがなんかその和製英語みたいのを作るとなんだかとてつもないものができちゃったりしてしまったりね、うんうん、なんかね、あと面白いのがすごい子供向けの1歳児向けの絵本とかって日本語でもそうですけど、ブーブーとかなんかの擬音語とか擬態語しかなくて結構音の感覚なんですよね、どれもこれも。でそれが2歳児向けぐらいになるってくると簡単なストーリーがあるんだけど、やっぱりこうライムして、うん、それで響きが良くて、あとあの例えばあのドクター・スースの The Footbook っていう本があるんですけど、 Left foot, left foot, right foot, right foot とか、まあ、そういう繰り返しなんですけど、この Foot, left っていう組み合わせはありえなくて Left foot しかありえないんだっていう、こういうのがくっついていく感じですよね。でそういう、こう感覚のを作っていくっていうのをゴーンって抜きにして文法なんかやっても感覚がないからいつになってもできないのかなと思うんですよ。なるほどね。
だから実はその規則を覚えるんじゃなくて感覚を養うみたいな訓練がもっと持ってもあってもいいのかなと。そういう意味では文法じゃなくてなんか例みたいなものをね、5つも7つでなんかこう体に染み込ませるっていう感じがいいんじゃないのかなってね。なんかアクティビティみたいなとかね、それで今いろいろトライしてるんですけど、僕自分の学校でも、それとかあと例えばハッピーっていう単語があって、アンっていう別のモーフィームとくっつけてアンハッピーって言うじゃないですか、はい、で例えばそういうパターンで、例えばスローでスローリーとか、アクセプトがアクセプタボーになったりアンアクセプタボーになったりしていくわけですけど、結構こういうパターンも子供結構もう早い力言うし、で最初は間違えてカムをケイムにしないでカムドとか言ったりするんですけどでもあ ED つけるとか固形だみたいな感覚はもうすごい小さい時からありますよね。僕は剣道アメリカ人としていて、アメリカ人の人が日本語のなんか適当に作って英語にしてるんですよね。例えばわかるわかる、構えとかね、どんなのあるかなだからなんかでもそれは、英語でも例えば walk って言ったら名詞だけど動詞ですよ ね、それと同じなんじゃないのかなと思うんですね、うんうんうん、構えって言っただけで、when you do when you do subway とかなんかそう、その日本語さえも英語のルールに従って英語になってるみたいな、それと同じかなと思いますからね、でなんかあと、もう一個すごくこういわゆる学校教育で欠けてんなと思うのが、その僕らでも他の人と喋ってるとか、目上の人、あるいは年下の人とか、あるいは幼児に話すときとか、声のトーンから何か全部違うじゃないですか、はい、うんうん、でこれなんかもこれ結構すまないと身につけないなにくいことの一つだと思うんですけど、僕なんか大学行ってても大学の友達と食べるか教授に話すしかやったことないから、逆にそれ以外の人にどうやって話すのが適切なのか全然分からなかったんですよね。それこそ例えば僕がもうね親になって PTA みたいな集まりに行って、その他の父兄にどうやって話すのが適切なのかとかね、難しいですよね、でこういうそのカルチャルコンテクストみたいなのがあって、で実はそれも結構流暢に喋るには結構必要なことの一つで、でこの辺がごっそりないから、例えば映画なんかもなかなか分かんないとかあると思うんですよ、でまあ、逆に言うと映画とかテレビって結構その一つの学習機会ですけど、うちの息子が幼児の時しか日本に住んでないんですけど、なんかこの頃割と小難しい単語を使えるんですよ。でどこで覚えたの、それはアニメで覚えたって言ってて、意外とアニメとかテレビドラマが分かんないなと思ったんですよね。面白いですね、うん、いろんなところから入ってきますよね。なかなかそれは日本で学びにくいですよね。そう、でも例えばその4歳ぐらいの子がその戦隊ものとか見て緊急出動とか言うわけですよ、そうでこうだからこうなんかそれでなんかそういう正義の味方の隊員はこういう言葉を使ってこういう感じで喋ったり身振りをするみたいな、でもうこうすごい模倣して身につけてきますよね、なんかヨーロッパの人って結構なんか映画見て勉強したみたいな人多いような気がしたんですけど、そうですね、あと英語とその、ね、ヨーロッパの言語って言葉が近いから、多分映画なんかで結構覚えられちゃうんじゃないですかね。驚くほどあれに近いですからね。近いですよ、本当に羨ましいと思いましたね。こんなん外国じゃないぐらい近いか。僕この間地元のなんかですね、高校でフランス語のなんか教えてるので行ってみたら、ものすごい進むスピード速いんですよね。なんかいちいち訳さないし、そんなに全部。訳さなくても分かるんですよね、アメリカ人が。僕ね、大学の時スペイン語を取ったんですよ。はい。そしたらもう、早くて。うん、でまだ大して英語がうまくない時期なのに、スペイン語を取って、しかも異常に進みが早いから、もうすごい大変で。うん、ああもう辛かった、トラウマですよスペイン語。スペイン語はね、やってますけども、そうそう、まあ日本人にとっては難しいですよね。大学時代の苦しい授業の思い出っていうとスペイン語っていう感じです。スペイン語いかがですか。それかもう二度とやるもんかと思いました。今いかがですかスペイン語は。いやいいです、遠慮します。
でもただ実は覚えたら結構使い道あるんです、うん、カリフォルニア、あのメキシコから来た人ものすごく多いから、うん、スペイン語結構飛び交ってるし、覚えたらかなり実用的な言語なのもよく分かってるんですけど、うんうん、スペイン語の、でここもね、はい、フィリピンも、はい、あの昔スペインの植民地だったから、そう、あの地元の言語がスペイン語の影響ものすごく受けてるんですよ。あの面白いですね、うん、僕はスペイン語をやってたんですけども、その全然文法せずにやったので、逆、それから、まあ、あんまりその複雑なことが分からないこともあって、逆にすぐ出てくるみたいなね、リトリーブするのが早いみたいなとこありますか、ね、うん、そうそうそう、うん、リトリーブするスピードってやっぱ大事じゃないですか。日本人は知りすぎてて、ね、例えばマストとハフトの違いは何かとか考えてるの で僕なんかそんなこと考えなくてもね、そんなこと考えなくても、まあ、典語形とかしか知らないのでね、うんうんうん、なんか考えすぎ、多分、うん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 、そうそうそう、うんうん、よくその目上の人に I want to って言いたくなったら、とりあえず I would like に言い換えろって言ってるんですけど、うん、まあそんぐらいでいいじゃんと思ってるんですよ。もうあんまりややこしく考えなくて、目上の人とかよく知らない人には、うん、I want to って言いたくなったら I would like って言うとかね、もうそのぐらいの簡単な感じでやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。あんまり深く考えずにね、そう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 、うん、ライティングとかどうですかね、と言います、どういうコンテキストで、例えばライティングの訓練はどのようにしたらいいですかね。あ、ライティングの訓練、ライティングはやっぱり、あの読む書く繰り返すしかないですよね。で結局その一つ思うのが、やっぱりいろんなものを読んで、あとそのいい文章に触れるってすごい大事だと思うんですよ。であんまり悪文じゃなくて、その分かりやすい、うん、明快な文章に触れる、うんうん、それがすごいエッセンシャルだと思います。僕は大学時代の時なんかはですね、なんか英字新聞に投稿したりとかしてました、ね、で最初はそれを真似して書くみたいなね。あ、なるほどね、はい、今ちょっとフィリピンとアメリカで音がずれているんですけど、僕は全くやらなかったですけど。あ、そうですか、うん、あ、そっかそっか、うん、5秒ぐらいずれて、なんか音声が届いていて、すごいずれて、すごいずれてる感じがします。それでも会話が今まで成り立ってるのが不思議ですけれどもなんかね、うん、なんて言えばいいのかな、書くのはやっぱりいい文章の真似、最初は模倣でいいと思いますね、うん、それからもうすごい簡単なことを現在関係で書けばいいと思う、うん、なるほどなるほど。僕はあの、うん、大学院、シカゴ大学に行ったんですけども、その時にライティングクラスがありまして、うん、それがですね、うんうん、そのいかに情報を相手にスッと伝えるかというのをやってたんですね、うんうん、でその時に先生が教えてたのは、うんうん、一般的に受け身系は使うなと言われてるんですけども、そう言われてるんですけども、うんうん、使い方によってはその情報の流れが分かりやすくなる、ね、例えばそう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 、ね、うん、分かります、うん、ね、なんかパッと例が浮かんだらいいんですけど、ちょっと無理やりやりますと、例えば、うん、He is John and he was hit by a car、うん、って言ったらなんか、うん、This is John でそのまま He と来てるのでつながりやすいとかね、うん、もしこれをあえて、うん、He is John, the car hit him だったら、なんかいきなり The car って何のことやと、あ、そうそう、うん、何のことやってなっちゃいます、なりますので、そういうふうに情報をいかにスーッと伝えるかというのをね、うん、フローって呼んでましたけども、うんうんうん、でその練習が大切なんじゃないかなとね、まあ、文法とかもありますけどもね、うん、なんかやっぱりあとこう受け身はみんなすごい、日本人の学生さん基本的に使いたがりますね、うん、うん、いやそれは受け身じゃなくてもいいからっていうのも受け身になっちゃうことが多いですね。使いやすいんですかね。なんかこう受け身で言った方が、書いた方がかっこいい感じがするのかよく分かんないんですけど、うん、その辺は、うん、その受け身すごい多いです。そこは受け身じゃなくていいよ、この受け身になってる人すごく多いです。一つもう一つ思い出したことがあるんですけども、私あのコンサルティング会社勤務でなんかこう書くこと多いんですよ。プロポーザルを書くことがたくさんありまして、で、まあ、同僚の英語とか読んでると、ああこういうことかっていう思ったんですけど、分子構文ってありますよね。例えば日本で習う例だったら Singing a song John was walking in a, on a rainy day とかね、 in the rain とかね、はい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 、であれはなんか日本では主語と
そのなんとか因果の主語が一致するというふうなのが教えるポイントなんですけども、うんうん、アメリカで書くということに関してと、playing とかなんか、それなんかそれを使ったら流れが良くなるっていうね。ね、あ、はい、例えば、例がなかなかわからないですけども、we propose this approach.And using this approach, we なんとかとかね。はい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 。それはスッとくるんですね。そのために使ってるなと。ね、うん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 。そういう観点からね、いろいろテクニックをなんかレビューして、使いやすくできるんじゃないかとね。うん、日本人にも。うんうんうん。なるほどね。なるほどね。結構やっぱり、今でももうね、英語は特に困んなくなって、20年ぐらい経ってますけど、今でもやっぱりなんか読んでると、あ、こういう風に書くと滑らかだなっていうのはありますもんね。うん、うん、まあ、文法も大切かもしれないけども、滑らかさを追求して書く練習をね、うんうん、1年ぐらいやってたらいいんじゃないかと思うんですけどね、うんうん、なんかこうやっぱりこれ読みやすい本と読みにくい本ってあるじゃないですか、はい、なんだかツル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 入ってくる、ね、入ってきやすい文章とそうじゃないのがあって、それが必ずしも単語の難しさでもなくて、読みにくい文ってやっぱりあるし、こう読みやすい、なんかだからあんまり読み進まない本ってのは無理して読まなくていいのかなと思って、最初の頃はなんか修行だと思って読んでましたけど、そんな時間もったいないから、うん、ね、ちょっと、うん、ダメだな、合ってないなと思ったら、うん、日本語でもありますよね、うん、あの読みづらい本って。そうですね、もうさっさとやめて次行った方がいいですね。僕は大学院に入ってまだ最初の頃に、ものすごい難しい社会学の論文を読んで、これ英語ができるようになったらスラスラできるようになるのかなという思いで読んでて、で今読めるのでまた同じのを読んでみたらやっぱり難しかったですね。わ、うん、かるわかるわかるわかる、すごいわかります。東京大学の英語の試験をこの間見まして、ものすごい悪いですよ、うん、で僕は鉄球士の日本人が書いてるともう決めつけちゃったんですよ。で、毎年毎年その疑惑を持っていて、うん、というのは、なんかスッとわからないんですよね。なんか、日本語人の、うん、日本語の感覚で考えて英語にしてるなと思って、僕は、アメリカ人の友達にどう思うって言ったら、もうこれはものすごい悪いな、とかって言っていて、うん、で、これは絶対日本人が書いてるって言ったら、実はなんか全部アメリカ人、ネイティブが書いたものだったらしいんですけども。だから悪い文っていうのはあるな、ってね。でも音が飛んだ、うん、東大レベルとかではですね、おそらくそのくらいの悪文にしないと、うん、なかなか試験にならないのかなと思いました。あ、なるほどね。でもそんな悪文出さなくていいから書かせればいいのに。あ、ね、うん、なんか書く問題にすればいいのにな。書くのってやっぱ実総合力結構出るじゃないですか、うん、書け、うん、そう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 、怒っちゃった、すいません。そう、書くのってやっぱ聞きますよ。ずいぶん書いたけど、やっぱアップルで働いてる時も、これを一発で通したいっていうのあるじゃないですか。一発で返事もらいたいとか、はい、一発でOK もらいたい、アプローブしてほしいとかね、うん、そうするとやっぱこれでまずそのね、上司の200通ぐらいメールも来るわけだから、まず目に留まるかとかから始まって、このタイトルから最初の見出しからもう全部工夫するじゃないですか、うん、今考えてみていい訓練でしたよね。僕も最近書くことが多くて、それも書いたものがそのままクライアントに行くみたいな状況がなんかちょこちょこあって、もう間違いできないなと思ってやってるんですけどね。わかります、わかります。だからまあ真剣にやるとやっぱ上手になります、うん、コンサル業界というプロポーザル書くことが多くて、例えば政府とか州政府にお金をもらうためにプロポーザル書いて出すんですね、はいはい、で大変そうだな。それプロポーザルなんか2週間後まで書けって言ってチームでやるんですけど、5人ぐらいのチームでやるんですよね。文法間違いとかしてたら誰か直さなきゃいけないですよね。そうですよね。だからライティングが命みたいなところありまして、ね、なるほどね。長い間僕テクニカルななんかスタティスティックスのこととかでごまかしてたとこあるんですけど、それでもやっぱりライティング大切になってきたのでね、頑張ってやっております。いや、ライティング重要ですよ。あとなんかなんかね、夏休みの思い出みたいな3文かけてもあんまり役立たないけど、うん、ロジカルに書く訓練っていうのはもっともっとしてもいいですよね、うん、社会に出て結局一番やりますからね。練習してるとなんか考えなくてもそういう風に出てくる風になってきますね。そう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 、うん、だんだんフォーマットが身についてきてね、うん、
前はね、ずっと前はなんか最初に大切なことを言ってとかね、あの最後にとか、そうそう、でもそんなことやってるうちに、なんかこう自然にこう出てくるようになるっていう。うんうん、わかります、わかります。そう、あの別にそんなに一生懸命考えなくても、パーってタイプして見直すと、まあ、あのまあこんなもんだなっていうのが書けてますよね。うんうん、そうそう、もうすごいわかります、その感じ。アメリカ人でもできない人いますからね。いやーいますね、あの俺に直されてるってどうよとか思いますよね。ダメだろお前って、うん、大学出てるくせにダメじゃんみたいな、うん、いますいます、そうそうそう、あの面白いですよね、うん、そうだからまあなんか、まあ、最初の話に戻るんですけど、インターナライズする、自分の中に言語を内在化させようと思ったら、もうやっぱり量も大事だし、それからまあやっぱり英語は英語のままで扱わないとダメだし、それは読むにしても聞くにしてもね、で僕簡単なのからスタートすればいいんですよ、本当に幼児向けのからでいいと思いますね。そしたら別に辞書引かなくてもできるから、うん、そこからステップアップすればいいのに、やっぱね急に最初からなんか結構難しい新聞記事なんかやろうとするから気持ちも折れるし、うん、続かないんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、インターナルさらするとね、うん、いうのがなかなか難しいですね、うん、でも結局そうできないとなかなか、よく聞かれるんですよ、あのフィリピン3ヶ月行けばペラペラになりますかって。その発想自体でもう終わってるっていう感じがするんですけど、そうならいやなりませんって答えてるんですけど、いやそれなのでなったらもうびっくりですよ。でもそういうふうに、自分の学校を紹介してる業者さんもいるわけですよ、うん、3ヶ月フィリピンにいればペラペラになりますって、うん、で、まあ、ペラペラの定義にもよりますけど、まあならないですよねどう考えても3年でもまあ無理じゃないかっていう話なんですけど、やっぱりそれでその間にいかに自分の中にその自分の一部にしていくかですよね、うん、なんか頭で学んだものじゃなくて身についたものにする、うん、なんか一つの言語やが脳内に形成されるのに大体3000時間最低かかるとかっていう話が、うん、というなんかで読んだことあって、そう僕ら大人って1日8時間働いて大体年間2000時間じゃないですか、すると労働時間に換算して1年半分ぐらいやらないとやっぱそういう脳のエリアがきちんと形成されないっていうわけで、うん、そう思うとやっぱね、結構なまとまった時間必要ですよね。うんうんうん、僕思うんですけど、やっぱり英語の方が日本語より簡単な気がするんですよ、構造的に。だからそんなに無理じゃないんじゃないかなという気がしているのと、あとお得なのは他のヨーロッパ言語とか基本的に同じだと思うので、英語 の、うん、あの基本をこう内在化したらそのままスペイン語とかフランス語にも使えるように思うんですよね。うん、まあ、そこからは急に早いですよね、うん、急に短くなりますね、そこまでの距離がね、うん、それはあると思います、うん、いやでもなんか英語もこうやって教える側になってみると、あ、分かってないことが結構あるなって思うときありますよね。例えばどのようなものありますか。まあ、例えばその今の話なんですけど、内在化させるっていうふうに考えたことがなかったんですよね。あ、でそういうふうに考えなければ話は簡単で、まあ、文法をやりなさい、たくさん見なさいとか言えばいいわけですけど、いやこれでペラペラになるのって言ったら、やっぱその、ね、この即答できるとかでスピード反応スピードつけようと思ったら、もっとやっぱ深いところを考えないとダメで、そういうことはなんとなくできてしまったけど考えたことがなかったですよね、うん、だから今一生懸命考えてるんですけど、ぜひ回答3日以内ぐらいにお願いしますでもね、ヒントはここぞかしこにあって、これをもうちょっと体系化したいっていうのと、うん、あと教材、それに適した教材は作りたいですね、はい、私もですね、一応英会話の文法に関して考えておりまして、一応書いてるのは書いてるんですけども、いつか出したいと思いますはい、いや僕ね、でもね、上川さんの英語のどを手に取った時に、はいはい、ああ喉だって気づいた人他にいると思ったんですよ。なんか松井さんもなんかおっしゃってましたよね、なんか歌ので僕は歌関係で僕は 歌ならって分かったんですよ、うん、もう死ぬほど直されて、うん、で
上川さんが言ってるあくびエリアって要するに難航害が上がった状態だと思うんですけど、あであの僕難航害なんていう体の部位があることさえ知らないんですよ。あ歌の先生にほら口の中の奥の方に柔らかいところあるだろうって、そこ上がったり下がったりするだろうって言われて、そこちゃんと上げろとかって言われて、こんなとこあるんだみたいなねそういう感じでしたね。もう本当に驚きましたよ。でそれが自分の意思で上がったり下がったりできるって、あのなんかその体の部位があることさえ実感がなかったから、あの不思議でしたね。なんか MRI とかなんかそんなの見たらね、激しく動いてるみたいな。そう、激しく動いてる。紹介されてたんでしたっけね、この間ね、松井さん。そう、そう、うん。あれで、それで、あの、口の中の MRI が結構 YouTube にあって、うん、MRI スピーキングとかって言って、あの、Google、うん、といっぱい出てくるんですけど、うん、もうね、恐ろしいぐらい動いてるんですよ、うん。で、こんなに動いてるのに意識してないって、ある意味すごいなと思って。うん、それが重要だったりしますよね。うん、なんか喉の。そうなんですよ。筋肉なんかもガクンガクンと動いてたりするし、そう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 、ね、見えないからってね、見えないからちょっとね、うん、見えないけどないわけじゃないんですよね、うん、あれがちゃんとあって動いてて、あと、うん、ベロがあんなでかいんだっていう驚きが、ね、ありましたね。もうベロがなんか喉のこの辺までありますからね。そう、なんか僕ベロってなんかペロペロっとしたこうなんか薄っぺらい板みたいなのを思ったら、なんかまあ考えてみたら牛タンとか考えてみたらもっと肉の塊に決まってるんですけど、うんうん、ものすごいでかいじゃないですか、うん、あれが驚きでしたね、またね、うんうん、顎の骨に直接くっついてゴーンってあって、こんなでかいのかと思って、うん、そうそう、あんまり切ってみたくないですよね。でも MRI が結構不気味なんですよ、うん、あ切ってみたくない、 MRI がね不気味なんですよ結構、うん、ベロがね別の生き物みたいでぐるんぐるん動いてるんですよ。であれこの頃生徒さんにそれ見せるんですけど、うん、見せるとそれだけで本当だみたいな感じですよね、うんうんうん、やっぱ百聞は一見にしかずっていうかね、でもすごい面白くって、アメリカ人もそうですけどフィリピン人もそうなんですけど、こうもっと喉開けとか何個か上げろっていうのを教えたことがないんですよ、うん、当たり前だから自分があまりに、うん、自分があまりにも自然にできてるから考えたこともないんですよね、うん、僕も教えるときにね、どうしてもそれがこう詰まった感じになる人が多くて、それをどのようにリラックスして開いたままにしておくかというのがね、なかなか難しいですからね。僕結構ね、その歌のレッスンやったとき、そのやっぱ歌でこう喉の奥をリラックスさせるエクササイズとかいっぱいあるんですよ、うん、あのボーカリストがやる、うん、でそれはすごいこうためになりましたね、うん、こんな練習があるのかと思いましたよ。いろいろありそうですね。すごいありますよ、うん、あのよくあのほらあのリハーサルとかで、うん、あのなんかいろんな変な音出してるじゃないですか、ミュージシャンの人が、あれはみんな意味があるんですね。僕は息吸いながら喋って練習してくださいとか言ってるんですけどね。ああ、ね、なんかね例えばね、なんか、ね、今例えば今なんかね、はい、変ですねそれなんか。ちょっと喋ってみますよ。簡単に息を吸いながら喋ってみましょうか。簡単に喋りますけどね。できますか？普通に喋りますよ。できそうもない。あとね、はい、僕すごいやらされたのが裏声と普通の声。をこう滑らかに変えるっていう、最初の滑らかにつなげないんですよ、こうあーって下ろしていくときに、最初は裏声から普通の声になるときにブツッと切れたんですよ。でもやってるうちにあーとこうやってつなげるようになって、おすごいね難しかった。あとね唇でバンブルこうプル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 みたいな、それで歌うとか、そうすると割と喉の奥柔らかくなります、うん、でそれもボーカルレッスンの時に教わったんですけど、あのこれもこれ何の練習なんですかって言ったら、喉とか唇をやこうの余計な力を抜くんだって言われて、へーっていう感じでしたね、うん、でまあ、あのどの世界もそうですけど、こういろんなちゃんとそればっかりそれに一生捧げてる人がいっぱいいるから、いろんなやり方がすでに開発されてて、まあ、僕が知らなかっただけで、うん、うん、僕英語、まあ、本当覚えていくわけです。まあ、英語のでもなんかいろいろなそういうな練習があって、なんか家でなんか実践してる人が練習していると、うん、うちのお父さんはなんか変なことしてるみたいな感じでね、なんかこう家族と疎遠になったみたいなエピソードがねいろいろあるんですよ。おかしい、はい、
で一度ですね、そうそう、僕広島帰った時に実践者の方が遊びに来てくださいまして、でなんか携帯電話を渡されて、はいはいはい、ぜひ私の妻と話してくださいと、なんか変な信仰宗教に入ってしまったと心配しているので、私が話すことでちょっと安心感をと頼まれたことあります。あ、なるほど、はい、おかしいですね、はい、調べてみたらいいですよ、ボーカルトレーニング、歌のボーカルトレーニング、はい、マジで、はい、すっごい面白いこといっぱいありましたよ。発見がいくつもありましたね。本当にあとこんな風に喉とか、ね、それこそ口の中を使うことができるというのも驚きだったし、うん、動かし方のトレーニングがメソッド化してすでにあるというのも驚きだったし、うん、考えてみたら、ね、俳優さんとか、ね、うん、ミュージカル の,、ね、ボーカリストとかいろいろいるわけだから、うん、あるに決まってんですけど、うん、それはあれは本当に目から鱗でしたね。関係ないですけどね、この間ピッチパーフェクトという映画見ましたけど、よかったです。ご存知ですか？なんかみんなが歌を歌うんですけども。へえ、見てみよう、はい、いや知らないです、見てみよう、すごい歌が上手い人ばっかり集まってね、うちのね長男が、うん、うん、僕の長男音大に行ってんですよ。おどちらですか？うん、ボストンのバークリー音楽学院って有名なんですけど、ね、うんうん、でそこでボーカルで入ったんですけど、でそもそも彼がきっかけでこんな風に歌えるようになりたいなったらかっこいいなと思って、3分の1ぐらいでいいからなったらちょっとカラオケで自慢できんなとか思ってボーカルレッスン取ったんだ。なるほど、ね、そしたら歌は大して上手くならなかったんだけど、英語の発音がまあ向上したからいいかっていうことで、僕も歌って録音してね、もう聞く気がしない自分の、うん、でもねやっぱレッスン受けると違いますよ。違いますかね。ちょっとこれを受けてみたい。ぜひぜひ、ぜひぜひやってみてください。こんな感じで、はいはい、ね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。非常に面白かったです。はい、はい、どうも、どうもありがとうございました。ま, また、うん、またアメリカでまたそのうちお会いすることもあるかもしれないし、そうですね、はい、なんかね、うん、あるかもしれません、学会だと ね、アナハイムぐらいまでならありそうな雰囲気がわかりました。それでもまあ遠いですね。わかりました。わ、はい、うん、かりました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。If you want a cookie, people have to subscribe to this channel. You get a cookie per subscriber. Okay? Ask people to subscribe to this channel.